こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。といっても今日はね、無課金サバか柴犬丸ではございません。過去にやっていた、無課金闇属性縛り、長老をね、復活させようかなと思って、今日はちょっと動画撮っていきたいと思います。はい。ね、最近ね、あと過去動画にね、結構その、各属性の無課金で縛ってたのをやってたんですけど、ちょっと腹話術みたいになってへんよ。昨日生放送、この前生放送トラブルみたいに。あ、すいません、ちょっと。結構ね、その、過去動画に結構コメントいただけることが多くて、皆さんこの、いろんなね、属性芝居で、やってらっしゃる方多いんだなと思って、じゃあ僕もね、ちょっとね、まあね、これ100式も取れたアカウントでね、今闇属性芝居なんで、はい、そちらをね、やっていきたいと思います。ちなみにログインはですね、初めてログインプレイした日が3月8日なので、まあ、ほぼ1年経ったアカウントですね。はい。そんな感じで、まあ、ログインだけはしてたんでね。はい。それで、今回から、話がまとまらんな。今回から、無課金、サブサブアカ、闇属性縛り、長老、開始していこうと思います。それでは、ね、本編、行きましょうか。はい、僕、この間のエーリーシュノーン降臨、スキル6回をクリアしてなかったんで、それをね、ちょっとね、だいぶキャラはね、まあ、ガチャはログインして引いてたんですけど、だいぶキャラ品ではあるんですが、はい、ちょっとね、挑戦していきたいと思います。あ、そうそうそう、ルール説明してなかったです。まあ、ルールは、まあ、メインの、使うキャラは、闇属性で、アシストはもうね、ちょっとさすがにね、その動画も出さないといけないんで、そのアシストはね、他属性 OK ということで、そこら辺はちょっとご容赦ください。それでは、超パーティーをご紹介していきたいと思います。まあ、うっさで出て、ご察しの通り、はい、ディオマムですね。はい。ディオマムでございます。はい。じゃあ、ご紹介しましょう。リーダーのビッグマムに、スキルチェーン2つ、リーダーチェーン体制1つ。もっとやり合おうぜ。確か、ガンホーコラボの、なんか、あれですね。はい。たまたまついてたんで、もうそのままでいっかっていう感じです。詐欺ですね。詐欺に超覚醒スキル、プラス、面包、潜在が無効貫通。で、ビッグマムの怒りをつけております。で、こちらが、ドゥルガーですね。ドゥルガー、ハロウィンドゥルガーですね。ハロウィンドゥルガーに、超覚醒がスキッチャーで、潜在が、スキルブーストプラスプラス。はい。で、フラジルローズ、ストーリー、リーチの武器。取ります。で、こちらが闇ラードラですね。闇ラードラ。極性の闇ラードラですね。はい。超覚醒スキルプラス、スキルチェーン2つに無効貫通1つ。で、これがファンスの武器でしたかね。はい、確か。はい。で、こちらが全知全能サノスでございます。はい。まあ、超覚醒が10個も強化、上限解放、スキルチェーン2つに、あとはデリバリー、バギーズデリバリーか。バギーの武器つけております。はい。で、フレンドさんのリオには、スキルチェーン2つに、無効貫通1つに、あとはね、虐待モンスロード、ウルトラマンベリアルの武器ですね。はい。ちょっとバッチが指になってた。はい、ちょっとバッチをね、HP プラスに変えてきました。なんで指になってたの？はい。それではね、もう、どうなっても知らんぞ。巻き方を。忘れてしまったからなぐらいの比叡の黒竜派を2回打つ覚悟ぐらいで、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、挑戦する。はい。もうね、闇といえばね、今は闇のみとか最強クラスのキャラが多いんでね、はい、闇っていうだけでかっこいいんでね、はい、とりあえずね、まあ、ビッグマンを変身させんと始まらんと。で、サギリ威嚇使っとくか。もうこれで1回よね。1回で2回。こう上にね、スキルが出てるんで、ちょっとこれはスキル確認オフにさせていただいてます。はい。僕ね、もう正直覚えてないんですわ、このダンジョン。はい、もう。ちょっと、全然覚えてない。はい。だから、どこでスキル使っていいかも、いまいち分かっておりませんが、なんとかいけるんじゃないかなと。指固定ってね、はい。でね、まあ、ザワールドはね、まあ、どうせ使わなあかんから、使っとくか。はい。よし。いいっすね。何がええねん。ただ、お声がいい。お声が、はい。お声がいいですね。はい。
で、綺麗に落としも決まって、はい、サギリの LG のね、メリット全く活かせておりませんが、はいはいはい。そう、僕ね、生放送ではね、お伝えしたんですけど、こっちはね、DLMAX ジャマジックスギャラリングの、カードね、受け取ってきました。はい。ちゃんとイオンまで行って、片道交通費ね、結構かかったんですけどね、はい。まあ、それしゃあないね、はい。どうしようか。闇ラードラ使おうか。これ闇ラードラ使おうか。はい。で、5色に変換してもらって、はいはい。サギリの、この iPhone 今 10R でやってるんですけど、iPhone XR のついたフィルムが、割とね、指と相性が良くて、逆にペンやと相性が悪い、フィルムでして、これ指でできるから楽なんですよね。はい。これ属性吸収切れても確かに何もないんですよね。はいはいはい。だもう軽減だけ貼ってね。はいはいはい。どうですか、もしかして柴犬丸も上に、ちょっとね、この上に出る形式のは、その画面に映ると、その録画画面では結構食らうやんけ。いった、これもうスキル使った方がいいんかな、どうなの。そう、画面がね、小さくなっちゃうんですよね、ゲーム画面が小さくなっちゃうんで、どうしようか迷ってるんですけど、その代わりにね、上にリーダースキルとかが、現れるっていうメリットもあるんですけど、どっちがいいですかね、はい。わー、トゲドロップ嫌いなんですわ、僕も。それは仮面ライダー復活するみたいですね。はい。仮面ライダー、もうこのアカウントね、仮面ライダーブラックサンをね、なんか知らんけど、2体だけ交換したままで終わってるんですよね。はい。だからあと2体、2体か。2体、2体、2体、2体交換したいと思います。はい。楽しみですね。よいしょ。おぉ、危ねえな、それは。消せないに弱いよね、もう。正直言いますと、僕はこれ、5コンまでは OK やと思ってるんで、はい。どうしよう。何使ったらええ、もしかして何も使わんでもええ、もしかして。なんか、申し訳程度に LG でも組んどくか。回復力がね、もう、闇属性ってね、もうほんま、低いんですよね、回復力が。そもそもあれか？これいったんちゃう？あ、でも悪魔がめちゃくちゃ対立はもう終わりにしましょう。終わらせられましたね、ほんまに。はい。ちょうどよかった。はい。5コンまでは許容範囲って言ってたんで。はい。まあ、ほんまね、こんな感じの動画になっちゃうんですけど、はい、もうね、はい。もし需要なかったらね、もう言ってくださいね、もうほんまに。需要なかったら言ってください。コンテは別に僕ね、全然ありやと思うんですよね。だってコンテして、あれじゃないですか。石5個使って、星6出る確率が、ね、あるかって言われたら、ないじゃないですか。そこをね、ここクリアしたら石6個。石6個じゃなくて、ね。ごめんなさい、なんか考えがまとまってへんな、なんか。なんだっけ。そう。6個。星6か。星6以上の確定やと思えば全然安いもんだと思うんですけどね。どうなんでしょうね。やべえな、これ。ちょっとほんまに。こんなおしゃべりばっかりしてばちゃうわ。もうどっち使おう。いや、これ3色やろ。もう確実にね、やられるんで。サギリ使っとくか。サギリはエンハムかかるんで、エンハかからんは嘘でした。はい。エンハかからん嘘でした。ドロキョウだけでした。はい。円派はかからん。嘘つきました。ちょっと待って。あ、そっか、13秒あるかって言おうと思ったら、回復ついた。よかった。
回復って、あ、めちゃくちゃ落ち込んくるやん。ああ、分かっとる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 。この、ね、この氷にかける思いを分かってくれとる、この落ち込んも。はいはいはい。それはちょっと分かってへんの。敵キャラが残念ながら、理解しなかったようですね。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。回復待つ？待とうか。で、闇をね、よち、そう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 。そういうのをね、よしよしよし。闇属性芝居ですさ。悪魔キラー軽減とかさ、してこられると、まあ、はっきり言って、無理ゲーなんすよ。だって、闇ってさ、どう考えても悪魔つきやすいやん。そんなんされたら無理やん。そういうのはもうずるなんよね。こっちからしたら。ずるよ。もうなんか今ごめんなさい。なんか闇属性って悪魔タイプばっかりやねん。ちょっとアンミカさんの白って、白やったっけ？10色あんねんやった、100色あんねんやったっけ？もう忘れたんですけど、はい、ごめんなさい。はい。ああ、いった、斧を振るったらそんな痛いの、あんた。あ、そっかそっかそっか。これね、あれ、ディエマキャラ入れること前提で、あれなんですよね。作られてるから、はいはいはい。てか、全くね、サギリの、もうさ、生かしきれてないんですけど、いやー、おしおしおし。おい、大体大体、お、光属性も消えたと。クソ、ザワールドぶち込みたかったんだけどな。最後の敵に。はいはい。はいはい、これでか。おし、そうそう、光消えてるね。あ、また落ちてきてくれた。そんなやった落ちてきてくれるんよね。あれ超根性。また、ちょっと見えないな。打ち負かす。はぁ、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 そんなことしちゃう。じゃあ、こちらはね、魔法石を生贄にルーレットを解除させていただきます。はい。これ大丈夫かな尺。めっちゃ長なるんやけどな。こっからまだクリアしたらガチャ引こうと思ってないけどな、僕。はい。こんなね、ちょっとね、ちょっとガチ攻略とはね、ほどと、まあ、余計ね、ガチ攻略とはね、ちょっともうほんまにね、ほど遠くなるんですけど、はい。痛いって斧を振るのがそれ。斧振るったかん。はい。本当に。より一層お笑いパズドラ、感じがちょっと増しちゃうんですけど、はい、それでよかったね。はい、今後ともね続けさせていただきたいと思います。はい。でなんか締めの挨拶みたいになっちゃってるけど、長えよほんま。体勢を立てて、確かこの子痛くなかったはずなんですよね確か。いやアシスト剥がすのは聞いてないんやけどな。あ、でここでスキルラスト1回、ラスト1回、ラスト1回、あと一回。使えへんな。もうあれか。もうなんかもう調査兵団に入った感じで、魔法石を捧げよう感覚でいこう。あ、L字がなんか一個多かったね、今。はい。闇降ってきてくれたけど。そんなことしてきたっけ？あ、でも結構偉いまで。ああ。はい。まだ3コンですね。4個あったっけ？忘れた。これは予定通りなんで、はい。作戦通り。はいはい。ぜははははははですね。闇の実ってなんか、パラミシアなんでしたっけ？あれ、なんやったんや。ちょっとワンピースね、ちょっとアニメ勢になっちゃったんで、あんま覚えてないんですよね。よし、来たー。さあ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 、多次元宇宙を統一する計画。なんかそういうこと言ってますが、雲大差あるね。よし。任せてください。ボスはワンパンします。
なんたってこのためにサノスを連れてきたんだから。この行動パターン変わらへん。ちょっとドキドキしながら使った。はいはい。ちょっとそのドキドキしちゃったよ。もうこれでか。多分ね、光属性になってるんでいけるでしょ。行ってもらわんと困るんやけどな。いやー、耐えちゃう。でもスキル使えへんのよね、もう。あ、ビッグマンを使うの、あ、違う、スキル確認、スキル確認じゃなくて、スキルが6回から。くっそ、これもう、差し違える覚悟でいこうか。もう差し違える覚悟でいこう。差し違える覚悟で。あ、ごめん、差し違える覚悟って、あれやわ。いけ、いかない。よし、じゃあ、ラスト一発決めましょうか。あ、前半部分まで消して、サノスの方が良かったんか。まあ、ええや、もうええや。どっちでも一緒や、もう。だって、もう失った魔法石帰ってこないしね。なんならね、今日ね、もっと悲惨な音がありまして、それは後で言おう。よいしょ、クリア。はい、こっちの勝ちです。もう勝ったらクリアした勝ちなんです。はい。はいはいはい。エリシュの、はい、どんな武器になるんでしょうね。うん。ちょっとあんま用事じゃないかな。はい。ね、ガチャ引いていきましょうか。クリア報酬。動画で引けばいいものの、クリア報酬ちょっと昨日やってたら、昨日じゃ今日やったら、引いちゃって、チャンドラナラーが出ました。はい。チャンドラナラーね。はい。で、まあ、ね、星を積む精霊、は、闇属性がちょっとあんまないということで、闇属性だけ、ね、サイダーが用意されてないという、ね、あれなんですよ。で、マジック・ザ・ギャザリングのね、闇属性はね、ニコル・ボーラス。はい。ニコル・ボーラス。ね、この、今見て、普段からね、僕のことを見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、僕のパズル力では、とてもね、用事がないキャラなんですよ。はい。まあ、武器は欲しいと。で、だから、今日はね、無料だけね、引いてね、締めたいと思いますね。まあ、星6月確定から、ね、ちょっと、ニコル・ボーラスが出ればラッキー。おーい！ラフレシアやん。いや、よかった。1体しか持ってんかった。1体しかさ、今ゲットしたから1体か。いやええやんか。いやー、ちょっとね、努力って無理食われますね。はい。何の話してんの。よしこの調子でクリア報酬、魔法石6個確定ガチャも頼んますせ。あ、なんかね、今ちょっと一瞬ニコル・ボーラスに見えた。あ、でもね、僕その次に欲しいのはジョイラーやったんですよね。ジョイラーの武器が欲しかったんで、これは全然 OK です。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じですね。はい、今日の収穫は、はい、魔法石、3個失って、はい、このキャラをゲットしましたという感じでございました。今回の動画はこれにてお開きにしたいと思います。あ、ちょっと目疲れたな。はい。もしね、まあ、動画の感想や、コメントいただけると、もしね、チャンネル登録、高評価していただける方がね、いらっしゃいましたら、はい、そうしていただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。もう先にありがとうございますと言っておきます。はい。あと、動画のね、評価、コメントとか感想とかもいただけると嬉しいです。闇属性縛り、はい。ちょっとね、需要があるようならこれからもね、頑張り続けたいと思いますので、もう走り続けたいと思いますので、何卒、生温かい目で見てくださると嬉しいです。あとね、ちょっとね、もう、こいつ作っちゃいましたよ。だからね、周りとね、魔王を仕上げてきてるんで、はい、聴覚性はまだ果ての魔王ですけど、はい、これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんも、良きパズドラライフを。それでは、バイバイ。
角。